どうも、VR ゲーム大好き、ザッタボーズと申します。ということで、今ですね、ちょっとまあ緊急でというかね、動画をちょっと作って回しているところなんですけども、すみません、ちょっと取り留めのない動画になってしまうんですけども、はい、とどですね、Appleからですね、Apple Vision Pro という名前でですね、まあ、AR VR ヘッドセットがですね、とうとう発表されました。いやー、これね、ちょっと今回僕ね、生放送はしなかったんですけど、まあ、ずっとね、リアタイというか見てたんですけど、まあすごいですね。もう機能もりもりというか、僕が考えている、まあ、なんていうの、ちょっともう想像の遥か上を行くような使い方というか、まあ、ちょっとね、まあ、だから一つのもう、なんていうんだろう、概念じゃないですけど、こういう使い方なんだっていうのがね、いっぱいちょっとあったので、ちょっとね、今回ちょっとアプロード VR さんのね、記事がちょっと一番わかりやすかったので、ちょっとね、引用しながらご紹介させていただければなと思います。このチャンネルでは様々な VR ゲームや VR ガジェットを紹介しているチャンネルとなっておりますので、VR に興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録していただければと思います。ということで早速見ていくんですけども、まあ、今回ね、まずね、最初に言っておくのが、Apple Vision Pro ですね。正式名称はですね、Reality Pro とかそういう名前ではなくて、Apple Vision Pro という名前でございました。で、まあ、AR、VR ヘッドセットっていうところなんですけど、まあね、VR もね、機能もあったんですよ。ただ、でも、コンテンツ的というか、メイン的なところはやっぱ AR でしたね。まあ、AR というかもうミックスドリアリティ。まあね、っていう感じのヘッドセットでしたね。だからまあ AR ヘッドセットって感じかな。で、2024年初頭にですね、3500ドルと出荷ということで、まあ、早速見ていくんですけど、まあこんな感じですね。基本的にこのビジョンプロはですね、米国では2024年初めに出荷され、で、Apple のオンラインまたは店頭で、まあ、3500ドルということで、日本円にすると、まあ、まあ約48万、まあ50万近くですね。で、購入することがね、できるみたいです。はい。で、まあ Apple は、ですね、ビジョンプロを来年後半にさらに多くの国に出荷するということで、まあ日本ではまだまだですね。まあ来年以降ということで、まあ気長にね、待っていただければと思うんですけど、まあこれがね、ヘッドセットのね、概要というか外観なんですけど、結構ね、思ったよりごついというか、なんかね、リークされてたものとはまたちょっとね、違ったものでしたね。まあここの後ろがね、ちょっとパブリックな素材みたいな感じで、ね。で、給電方法はね、まあ外部のバッテリーバッテリーから給電していくんですけど、まあまあちょっとね、見ていきたいと思います。はい。で、まあ Apple Vision Pro ですね。まあ、ティム・クック氏がね、いたね、基調講演で言ってたんですけど、まあ、目で見るのではなく、目で見る初めてのアップル製品と表現しましたというところなんですけども、まあ、これね、まあ、ここがね、まあ、ざっくりな、こう、イメージというかね、映像がね、これ出てるかと思うんですけど、基本的にですね、このアップルの、このビジョンプロはですね、コントローラーはですね、他のね、クエストとか、ピコとは違って、コントローラーがありません。ハンドトラッキングですね、いわゆる。はい、手でね、操作するっていう感じなんで、だからその、方式で言うと、インサイドアウト方式ってやつですね。ゴーグル自体のカメラが自分のね、手であったりだとか、空間を認識して、コンテンツをね、こう操作していくっていう感じなんですけども、まあ、基本的にはもう、高画質、高機能っていう感じのね、まあ、ものなんですけども、まあ、こうやってね、もうリアルタイムでこう目の前にね、こういう風に AR、拡張現実っていうかね、表示、コンテンツを表示させて、で、目線でね、操作したりだとか、手で操作したりだとか、声で操作したり だとかっていうね、ものになります。すいません。ちょっとね、グダグダになっちゃうんですけど、はい。でね、そうそう、あとこれ、そう、びっくりしたのが、これ、このヘッドセットなんですけども、アイサイトって言って、自分のね、自分のその目を、要はその外側の人から、このゴーグルを見たときに、こうね、目が、あいつのかけてる、そのね、ユーザーがかけてる人の、そのユーザーの要は目をね、外側から見ることができるんですよ。ライブビューみたいな感じで。だからこれ、そのままその映して透過させてるんじゃなくて、ディスプレイをですね、1枚これ挟んでるんですよね。これ液晶なのかちょっと何なのかわかんないんですけど、ね、これすごいですよね。もうもはやなんかもうそのまま自分の目を透過させた方がいいんじゃないのって思うぐらいなんですけど、ね、これはすごいですよね。まあ、だからクッションはですね、このヘッドバンドなんで、ストラップなんですけど、まあファブリックなね、素材になっていて、まあ、だから結構ね、この辺はね、すごく、なんだろう、こう、だそういう意味では寝ながらね、こうコンテンツ見たりだとか、意外とまあ、寝 AR というか寝 VR みたいなのがね、できるっていうところはね、すごくね、いいなぁと思いましたね。はい。で、このヘッドセットはなんですけども、外部のね、有線バッテリーパックみたいなのがありまして、まあ、後でちょっと公式サイトもお見せするんですけども、一応ですね、まあ、最大2時間、供給がされるっていうところですね。まあ、2時間。まあ、ちょっとこれがね、まあ、拡張させることができるのかどうなのかってわかんないんですけど、一応まあ、ヘッドセットを電源コンセントに差し込めば、一日中ね、使用することができるっていうことで、だから、ちょっと外に持ち出したりだとかする場合は、そのバッテリーパックを、だから、
何本か持ってればね、ある程度連続して使用することができるんですけど、一応1個フル充電で、まあそのバッテリーパックはまあ2時間動くみたいです。はい。で、あとね、これですね、この、ちょっと映像をお見せするんですけど、このビジョンプロの上にね、こうダイヤル式みたいなのがあって、そのダイヤルを回すと、要はその、VR 空間を表示させることが、まあ、できる。だからその AR と VR を切り替えられるダイヤルがついてるんですよね。これは素直、なんかもう単純にすごいなって思いましたね。これはちょっと他のヘッドセットにはない機能というか。だからちょっとその周囲の状況を見たいときはダイヤルをいじって、まあ、ね、実際の現実空間を見て、で、その映像とか、なんか映画館、なんで、あ、なんて言うんだろう、そのコンテンツに集中したいとき、動画を見たいとか、ちょっとなんかゲームをしたいみたいな感じで、動画に、コンテンツに集中したいときは、このダイヤルを回せば、こういうね、VR 空間が表示させるっていうところで、だから VR 機能もね、一応あるんですよね。はい。っていうところで、であとね、まあ、ちょっと後でも言うんですけど、このビジョンプロ、もうすごいのがですね、あ、その新しい、そのチップっていうのかな、チップであったりだとか、あとね、カメラ。で、カメラもね、12個あるんですよ。ね。アイトラッキングもできますし、で5個のセンサー、6個のマイクというところで、もうこの辺はもうすごいとしか言いようがないですね。はい。であとその OS っていうところなんですけど、ビジョン今回ね OS っていう、まあApple がまあ新たにね開発したまあオペレーティングシステムですね。ビジョン OS っていうものがね、で、コンテンツをね運用していくというか動かしていくものなんですけども、もうね、自分のね、ユーザーの目であったりとか、で、ハンドトラッキングですね。で、あと声みたいな感じで、まあ、直感的なね、操作入力ができるっていうところがね、ビジョンプロの特徴になりますね。だから、で、あとこれすごいのがね、こういう感じでもう、ディスプレイがいらないんですよね。複数ディスプレイをもうその表示させることができるみたいなんで、だから本当にこれ一台で、ね、まあそういうちょっと仕事っていうか、なんて言うんだろうな、作業とか、あと、もうね、変なし動画作りなんかも多分これでできると思うというか、だからこう、そういった意味ではですね、かなり、まあちょっとゲーム寄りではないんですけども、こういう、まあ日常に溶け込むっていうところでは、まあかなり使い勝手がいいのかなっていう印象ですね。で、まあこうね、ユーザーは単にアプリを眺めたり、指でタップしたりですね、手首を使ってフリックしてスクロールしたりと、まあもうこんな感じで本当に直感的にできるって感じですね。はい。っていう感じのものです。はい。無理ですけどね。で、このね、ビジョンプロのね、公式サイト、これ米国の方かな、もうね、立ち上がっているんですけども、ね、こんな感じでディスプレイ1枚挟んでるんですよね。これちょっとなんか面白いというか、なんか斬新ですよね。で、まあね、デジタルコンテンツと物理空間をシームレスに融合させるっていうのがね、ビジョンプロの特徴ですと。で、で、目と手と声を使って操作できるっていうところと、で、まあ、あと、機能っていうところですよね。僕がこれすごいなと思ったのが、あ、これ。まぁ、ちょっとね、かなり走り気味で言っちゃうんですけど、これはね、すごいんですよ。この写真とビデオ。これびっくりしたのが、これ空間認識っていうか、まあ、ライダーセンサーがついてるんで、あれなんですけど、その空間写真とか空間ビデオっていうのが、形成っていうか撮ることができるんですよ。ね、上部のボタンをタッチすると、写真とかビデオをもうね、すぐさま、ね、撮ることができるんですけど、で、ただこれすごいのが、そのビデオとか写真に、要はその奥行きを持たせることができるんですよね。まあ、だから空間写真、空間ビデオって、まあ、基調講演でも言ってたんですけど。だから、これちょっとほんとね、僕、なんていうの、下世話な話になっちゃうかもしれないんですけど、結構これちょっと、下手したらちょっとまあ、申し訳ない。もうほんと申し訳ないけど、これちょっと、アダルト系とか、めっちゃ強いんじゃないのかなって、やっぱ思っちゃいました。はい。もう、これで思っちゃいますよ。だって、空間を、要はその空間をすぐさまもう、ね、3D コンテンツをこれ1台あれば撮ることができるんですよね。だから、申し訳ないですけど、そういうちょっと、やっぱね、真摯な大人な方たちが結構これ使うんじゃないかな。コンテンツとしてはだって最強だよね。だって目の前でその 3D コンテンツがもうすぐさま撮れて、しかもそれがね、奥行きを感じられるって、もうちょ申し訳ない。なんかね、ちょっとそういう要素も浮かんでしまった。まあ、とにかくね、そういうね、もうね、普通じゃちょっと考えられない機能というか、もうその場でね、3D コンテンツを撮ったりだとか、録画したりできるっていう、これはね、素直にもうすげえなって思いました。うん。だからその、どっちかっていうと、僕みたいにその、ゲーマーというか、VR ゲーマー向きではないのかなっていうのがやっぱ印象ですね。ね、まあ本当にこういう仕事、オフィス、なんて言うんだろうな、まあ仕事に溶け込むというか、日常にね、溶け込む使い方をしたりだとか、まあこういう、だからエンターテインメントで言うと、まあ基調講演でもあったんですけど、
ディズニーかな、ディズニーの、まあ、あのサブスクじゃないですけど、そういうコンテンツ、まあ、エンターテイメントっていうのかな、そういう映像視聴あったりだとか、まあ、あとね、そう、あの一応ね、ゲームもできるはできるんですよね。はい。で、ね、ゲーム、まあ、エンターテイメントっていうところなんですけど、まあ、シネマ環境でね、見たりだとか、あ、これですね、この Apple Arcade っていう、まあ、その100以上のゲームがあるみたいなんですけど、こういうね、まあ、プレステ、これ5のコントローラーかな、Bluetooth のゲームコントローラーを使って、まあ、こういう、だからその大画面でゲームをするといったこともね、一応可能となってるみたいです。はい。で、あとね、もう一個これすごいなと思ったのが、自分のね、ペルソナを作ることができるんですよね。まあ、アバターみたいな感じで。はい。これね、そのビジョンプロを自分の顔に向けて、こうね、動画というか、こういう、なんていうの、マッピング、まあ、こういう風にすると、まあ、こういう感じでペルソナをね、自分のアバターを、3D アバターをね、作れることができるんですね。これマジですごいんですよね。普通、これ僕も、実はその、VR チャットとかで使ってる、その、迷彩服のね、アバター作ってるんで、アバターあるんですけど、それってやっぱりね、そういうね、なんていうの、ちゃんとした、そういう撮影場所に行って、やらないと、簡単に撮れるもんじゃないんですよね。これはすごい、本当に。デジタルペルソナをその場で作れる。っていうのは、これはちょっとビビりましたね。ちょっとこれは先をかなり行ってるなっていうのを感じました。で、まあ、フェイスタイムみたいな感じで、フェイスタイム。僕もちょっとアップルのね、ユーザーじゃ、アップルユーザーではない、ちょっとね、間違ってたら申し訳ないですけど、それフェイスタイムっていう、だからそうなんだろう、リアルタイムでこう会話させるアプリなのかなっていうので、まあ自分のね、そのアバターをペルソナを使って会話したりだとかっていうのができるみたいですね。すいません、ちょっと僕もね、もうその場の勢いでちょっと撮っているので、ちょっとね、ずれちゃったら申し訳ないんですけど、っていう感じで、まあ、もりもりのね、機能になっております。で、あと肝心なその、リアリティビジョンプロの、その仕様っていうところなんですけど、まずですね、レンズですね。これレンズね、ちょっとね、よくわかんなかったんですけど、なんかね、パンケーキレンズだと思うんですけど、レンズをね、3つ重ねてるんですよね。だから3枚パンケーキレンズみたいな感じなのかな。で、片目は、これもね、まあ、リークであった通り、まあ、4K、片目 4K、片目 4K の、だから両目 8K のものになりますね。で、画素数も、で、あとそうですね、で、ディスプレイは、マイクロ OLED ということで、まあ、有機ディスプレイですね。有機 EL っていうところで、だから黒の表現とかね、黒のそういう強みがかなり発揮されるディスプレイになるっていうところで、2300万ピクセル。で、驚異的な解像度と色っていうところで、まあ、これはもう、モリモリですね。もう、相当高画質だと思いますね。で、あと、ライダー機能がね、まあ、その、デプスっていうのかな。ここに書いてあるデプス、トゥルーデプスカメラがあるので、まあ、周囲のね、その空間をね、把握して 3D マップを形成させることができるみたいなんで、これもすごいですよね。カメラ12個ありますからね。センサーが5個だったかな。カメラが12個で、センサーが5個だったかな。です。とにかくね、いっぱいもうモリモリです。で、あとここにね、まあ、アイトラッキングですね。アイトラッキングもできますよと。高度なね、視線追跡もできて。で、あとこれも新発表でしたね。二つのね、デュアルチップパフォーマンスというところで、これ M2 チップっていうのがそのビジョン OS、OS を動かすのに高度な、まあ、グラフィックを処理するもので、この R1 チップっていうのがカメラとかセンサー、マイクとかの入力の処理に特化しているっていうところで、まあ、12ミリ秒以内に画像をディスプレイにストリーミングするということで、事実上リアルタイムのない、チェーンのないリアルタイムの世界を実現しますっていうところで、まあ、これも、ね、新しく今回発表されたところになります。はい。はい、ということでね、まあ、ちょっとただね、つらつら読み上げちゃったね、だけの動画になっちゃったんですけど、まあ、これでね、とりあえずね、どんな感じなのかなっていうのはね、伝わったのかなと思います。すいません。ちょっと僕のほんと拙い動画で申し訳ないです。で、あと、Unity で、そのアプリ開発がね、可能っていうところで、Unity 環境で、ね、一応、Unity 環境のそのアプリ開発が可能なんで、だから、まあ、で、一応 VR 機能もあるんで、わかんないですけど、ワンチャンだからそういう、どうなんだろうね、その、いわゆる VR SNS、例えば VR チャットとか、そういうのがね、なんかその、ビジョン OS 用に作られたら、まあ、ワンチャンね、その VR SNS、まあ、VR チャットとかできるようになるのかもしれないですけど、だからこの辺はもう今後に期待っていうところですね。現状だと、見た感じだと、まあ、その、だからそのゲーマーっていうより、ゲームっていうよりか、もう完全になんかちょっとこういう日常に溶け込むような使い方なんで、例えばだから Steam VR が使えるだとかそういった発表もなかったですし、現状ではもう今説明した通りその AR コンテンツ、まあその大画面を表示させて映画を楽しんだりだとか、そういう映像とか写真を楽しんだりだとりだとか、まあさっき言ったね、その Bluetooth コントローラーをつなげてこういうゲームをね、楽しんだりとか
ったっていう使い方ので、これ以上のねことっていうのはまあ今はね発表されてないです。だからおいおいもしかしたらそういう VR コンテンツも一応あるので、ね、使えたらいいなっていう感じですね。はい、ということでまあこれがねもうとにかくモリモリの、ビジョンプロでしだったんですけど、皆さんいかがでしょうか。約48万円ということで、まあもしですね買うっていう方はねぜひコメントしていただければと思います。いやもう本当にね僕はこれね多分買った人は本当にもうすごいというか偉いというかなんかもう本当になんて言うんだろう、もう尊敬します、マジでマジでリスペクトしますね。買いたいよっていうかね、まあ、買うっていう方もぜひとか、あとまあねこのねビジョンプロに対する意見というかねコメントぜひぜひもうバシバシください。もうこれね皆さんどう考えてるのか僕も知りたいんで、もうバンバンコメントしていただけると嬉しいです。はい、ということで本日はねこれにて動画終了するんですけども、まあ、引き続きですね当チャンネルではね VR コンテンツ、まあ、ゲームとかねいろいろ VR ニュースを紹介していきたいと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録そして高評価を押していただけるとめちゃくちゃ励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。